医療正隆は、千葉県四街道市出身のプロ野球選手、宇藤左田、中日ドラゴンズ所属。四街道市立栗山小学校と四街道市立四街道北中学校を経て、東院学園高等学校に入学し、公式野球部で活動する。一年春から、ベンチ入りするもの,の甲子園大会への出場はなくプロ、死亡届も提出しなかった。 高校時代の同学年には、ラグビー選手の小賀大樹、中曽根健太、滑川強人がいる。高校卒業後は新日本赤ゆえぬよスへ入社し、野球部へ入部する。入社1年目の第79回都市対抗野球大会で優勝を経験し、入社5年目には第83回都市対抗野球大会と第38回社会人。 野球日本選手権大会の両大会で優勝し、両大会で外野手部門の優秀選手賞を受賞し、社会人ベストナインにも初選出された。入社6年目は第84回都市対抗野球大会で優勝し、連覇を経験し、同大会で2年連続となる外野手部門の優秀選手賞を受賞した。同年も2年連続で社会人ベストナインに選ばれた。 9月には、2014年に川アジア大会の野球日本代表に選ばれ出場した。新日本石油、エネオス及び JX エネオスに通算7年、在籍し、指導を受けた大久保秀明をはじめ、田沢淳一、谷口邦幸、宮沢健太郎、池部慶治、大城はじめし、加山真也、八木翔吾、三上智もなり、石川俊らと、チームメートとして過ごした。 2014年プロ野球ドラフト会議にて中日ドラゴンズから6位指名を受け入団。背番号は26に決まった。j x エネオスでは石川俊も中日から4位指名を受け入団している。2015年は9試合の出場で無安打に終わった。2016年9月に一軍に昇格した。9月18日の東京ヤクルトスワローズ戦で6番左翼州として スタメン出場して2回表にプロ初安打を放った。また9月27日の読売ジャイアンツ戦4回表にプロ初本塁打を記録するなど13試合に出場した。2017年は前年を上回る22試合に出場した。2018年は1軍出場がなかった。2019年は初めて開幕を1軍で迎えたが、 5月13日に登録抹消され、5月21日に風神にかかっていたことが発表された。5月29日に一軍登録された。交流戦では故障の平田良介に代わり、一番右翼手としてほぼスタメン出場した。6月12日にプロイル初の猛打賞を記録した。平田の復帰後は代打としてベンチ入りしていたが、8月に 右脇腹を痛め登録ましょう。そのままシーズンを終えた。2020年は自己最多となる79試合に出場し、主に代打として出場したものの打率は前年より大幅に悪化し、200だった。一方でアイソットは0.094を記録し、選球眼においては大きな改善が見られた。遠藤110メートルの強剣で50メートル6秒に、 広角に打ち分けられる打者。プロで対戦したい投手に j x エネオス時代の同僚だった三上智成を挙げている。憧れの人物は同じ千葉県出身の高橋義信で、その影響で東院学園高等学校に進学した。2018年のオフに岐阜県出身の一般女性と結婚したことを発表した。2021年5月25日。 第一子の誕生を発表。ありがとうございます。